木造でも35年の長期融資を提案してきたりとか、預貯金の資料改ざんを進めてくるような業者さんの物件は絶対買っちゃいけない。ラクマチチャンネル、皆様ごきげんよう。この企画は不動産投資で失敗してしまったという相談者の方に、私五十嵐美穂が厳しくも愛のあるアドバイスを送り、物件の問題点や今後のリカバリー策について考えていく内容です。今回は番外編として不動産投資に関する基本的な問題について私の考えをお答えしていきます。新型コロナの影響で何か日々の生活とかは変化出てますか？子供たちが全員家にいるので、家事をこなしながら、仕事をこなしながら、子供たちの面倒をしながらという感じで日々忙しく過ごしております。インナーマッスルを鍛えるエクササイズの YouTube を見て、頑張って運動不足解消のためやっています。そもそも五十嵐さんが不動産投資をどういう経緯で始めたかとか気になっている方もいると思うんですけど、そのあたりは。私は14年前に、勤めながら出産して、赤ちゃんを産んだ2ヶ月後に父親がヨットの事故で急逝したんですよね。でその父親がサラリーマン大家で、そこから自分がいただいた物件と家族がもらった物件合わせて3棟の大家さんになったことが、不動産に関わったきっかけです。28歳だったと思います。赤ちゃん抱えながら、在宅で仕事しながら、父親の葬儀と相続のことをやってました。突然始まって、すごいボロい、築30年以上の古い物件をもらって、最初はとても迷惑に感じてたんですけど、不動産屋さんのおじさんに、ただでもらっといて文句言うなって怒られたことを覚えています。5年ぐらいして、フルリノベーションして、中身は新築同様みたいな形で、まだ運営して持っています。2011年の東日本大震災の後から、実際に自分で不動産投資を始めて、自分が本格的に不動産投資を始めて、父親の苦労を知って、で、ただでもらえてありがたかったし、一生懸命苦労しながら自分たちを育ててくれたんだっていうことがやっと分かりました。普段はどういうふうにして物件を探そうとか多いですか？今は懇意にしている不動産業者さんに欲しい物件の条件をお伝えしてありまして、その条件に合う物件があると連絡が入るようになっています。その他には不動産投資サイト、実需向けの不動産情報サイト、大手不動産会社で売り物件情報の確認をして、あとは近所の不動産屋さんの窓に貼られてる売り物件を見たり、家の近所で良さそうな空き地とか売り地があったらお問い合わせを入れることもあります。信頼できるその仲介業者さんと関係を作るためのポイントとかはあると思いますか？提案されたものをきちんと検討して、ダメかいいかっていうのを理由をつけてお答えする。あとその提案された案件で進めたい場合は、本当に行動力っていうか、すぐ見に行くとか、銀行さんにアタックするとか、きちんと行動で絶対買うぞっていう意欲を見せるようにして、そういう行動だったり気持ちが業者さんの信頼に結びついているんじゃないかなと思っています。基本的にどういう基準をお伝えしてるんですか？今はまだ子供たちが中学生と小学生2人なので、エリアは自宅から車で30分圏内に絞っています。あとは子育てしながら賃貸経営をするにあたり、入居付けが難しくならないように、交通利便性、生活利便性のいい立地、お部屋探しされている方に選ばれやすいように、建物の間取りや居住性も重視しています。効率的に稼ぎたいので、いかにレバレッジを効かせて利益を得るか、融資がどれだけ引ける物件かっていうところにも着目しています。自己資金に対してどれだけのキャッシュが得られるかも重視しています。レバレッジを効かせると言っても、経営や資金繰りの安全性を考慮して、フルローンやオーバーローンは引いていません。以前は融資比率 90% 超えているものもありましたが、今は自己資金を求められることが多いので、物件価格に対して 85% ぐらいの融資比率になっています。あくまでも返済が大きな負担になりすぎないように、月々のキャッシュが出る範囲で融資を引くようにしています。物件資料とかが来ると思うんですけど、最初にどういうところをチェックするんですか？物件資料の全部データをシミュレーションシートに
バーっと入れて、まあ、一旦どれぐらいのキャッシュが出るかとか、融資がどれぐらい引けそうかっていうのを考えます。200万以上出れば一旦考えます。レントロール見るときはどういうところをチェックしてますか？一部屋だけ高い部屋があったら全部低い部屋に引き直して見るようにしていますし、属性とか書いてあれば、どんな人が入っているのかっていうのは必ず確認するようにしています。間取り図を見て暮らしに行くそうだなって思うものも、結局、後から入居付けが難しくなるので、なるべく買わないようにしています。金利とかのシミュレーションはどれぐらいのストレスの感じなんですか？まあ、だいたい1%半ばを通常の金利として、ストレスかけてる金利は、まあ、大手行でしたら3.5とか、大手行でない場合は4.5で、のストレスをかけても、キャッシュがきちんと出るかっていうのを、きちんと計算するようにしています。今取り組んでいるのが新築が多いので、22年か30年か、その劣化対策等級が取れるかどうかっていうところで変えていっています。物件資料を見て融資判断するってあったんですけど、どういうふうにして判断してるんですか？その前に本当に欲しい物件かとかいうのもありますけども、欲しい物件であれば、一旦そこで銀行さんにこういう物件があるんですけど、どれぐらい出そうですかっていうような打診をしています。あとは、仲介さん自身も、だいたいこれぐらい出ると思いますっていうのを事前に調べて持ってきてくださることが多いので、そこから計算しています。五十嵐さんは新築中心に取り組んでると思うんですけど、基本的には建て売りで購入されることが多いんですか？建て売りで購入することが多いですね。土地からもチャレンジしたことはあるんですよね。土地からチャレンジしたときに、融資をつけるのがすごい難しかったんです。4400万円の土地に対して2200万円しか融資が土地を買うときに降りなかった。その後もその2200万円自分の手出しプラス着工代とか上等代とかも自分で払わなきゃいけなくて、最終的に3500万円ぐらいキャッシュアウトしてた時期があったんですね。で、そういう、まあ、資金繰りの苦労だったりとか、建物業者さん、いろんな業者さんにアタックして検討しなきゃいけなかったりとか、すごい手間と労力がかかるということが自分がやってみて分かりましたので、建て売りの方が全部セットで出来上がってこれですっていうふうに渡された方が融資も出やすいですし、自分もお育てしながらの中では楽だったというところで、建て売り業者さんが利益乗せてるとは思うんですけども、それに見合う苦労というか、手間はかかっていると思って、無駄に利益が乗っていない建て売りを選ぶようにしています。五十嵐さんがいい営業マンだなって思うような人はどういう人なんですか？きちんと先に進めるプランを提示してくださる方だと思います。あと、その物件の悪いところとか、長期的に持っていた場合、どういうふうになるかっていうこともきちんと提案してくださったり、あと、その事前に調べておかなきゃいけないことはきちんと調べておいてくださるような業者さんだと安心できますね。新築投資で成功するための秘訣とか、そのあたりはありますか？やっぱり業者さん選びが一番大切なんじゃないかなと思います。この間、初めて新しい業者さんでチャレンジした物件があったんですけども、ちょっといろいろなトラブルが後から出てきてしまって、苦労したということがありましたので、やはり収益物件メインできちんと取り組んでくださってるような業者さん、あと施工管理がきちんとできるような業者さんを選ぶのがいいと思います。3月の半ばに竣工決済しました。お友達の大家さんの新築見学会に行って、その物件がとても素敵だったので、業者さんを紹介していただいて、その業者さんに面談しに行った時にご紹介いただいた物件になります。価格は1億2200万円で、10戸、18平米から20平米、ロフト付きです。利回りは7.6%だったんですけれども、売り主業者直で購入しているので、仲介手数料400万円ぐらいが浮いているので、それを加味すると7.9%になります。2、300万は手元に残る。まあ、300万ぐらいは残るかな。という計算で買っています。天井が高い広々ロフトとか、キッチンが単身者向けなんですけど、大きいものを使っていたりとか、1月の終わりぐらいから入居募集を始めて、2月の半ばにまでに満室になっています。物件の決済日が3月16日で、接種検査が3月13日だったんですけど、3月13日の時点で、ロフトの開口部が狭すぎて、
なんか私でもギリギリそのロフトに入れるかどうかぐらいの狭いような状況で、これどうやって人が住むの？みたいになったりしました。施工会社と設計が多分建ててる間に分かってると思うんですけど、誰もその上に全然報告してなかったんでしょうね。売り主業者さんが前日に見に行った時に、すいません、もう入れないぐらい狭いんで、広げる工事を今からやりますみたいな。一応なんとかなったんですけども、剣積みが出た後の施工で、ロフト部分を直した後の図面が正しいものがきちんと入れてもらえてるのかどうかっていうので、ちょっと揉めました。もっときちんと自分が見に行っていればよかったなと思っています。工事してる途中なので、お邪魔したら良くないんじゃないかっていう感じで、立ち入るのにためらわれて、なかなか中まで撮影とかはできなかったんですよね。外回りはよく撮影させていただいてたんですけれども。なので、もうちょっときちんと立ち入って、施工の状況っていうのを確認したりだったりとか、売り主業者さんに今どういう状況かっていうのをきちんと見ていただくように促す必要があったと思っています。買ってはいけない物件の見極め方とか、そのあたりはいかがですか？私的に NG な物件は、まあ、利回りが高くても入居ニーズが全くない物件は絶対買っちゃいけないと思っています。現地調査した時に、周りのアパートの入居状況も全部確認するんですよね。そこでやっぱり空室が多い物件が立ち並んでいる場合はやめます。あとそのお墓の裏とか、すごい坂を登った丘の上にある物件っていうのは、ちょっとやめておくようにしています。利回りの高さってやっぱり客付けの難しさの表れだと思うんですよね。なので、利回りが高い物件ほど注意する必要があると思います。あと、キャッシュが出ない物件ですね。利回りが高いけれども、周辺業者に問い合わせたら、相場の家賃とかけ離れた昔の家賃設定がされていたっていうのはよくある話ですし、悪い業者さんだと民泊の家賃設定だったり、ペットとかの家賃設定で平気で出してくる方もいらっしゃいますので、リサーチとか見極めが絶対的に必要ですね。あと、大規模修繕が近々必要になりそうとか、補助費用が多額にかかる設備があるっていう時には、経費がかかってキャッシュが出ない可能性があるので、買わないようにしています。境界確定していない物件とか、隣地の方とトラブルがある物件、どうにもならない再建築不可物件は将来が見えていないんだったら買わない方がいいと思います。あとは木造でも35年の長期融資を提案してきたりとか、預貯金の資料改ざんを進めてくるような業者さんの物件は絶対買っちゃいけないですし、そういう発言をしている業者だったらもうとにかく要注意っていうか。新築業者さんいろいろ当たってるときに、木造22年なのに、35年引けるからキャッシュ出るんで大丈夫ですよとか最初から言う業者さんはもう最初から信用してませんでした。長期融資をすればとかいうような業者さんはあまりよろしくないかこれまで融資に関してはなんかどんな感じで開拓をしてきましたか？と。公庫は自分で行きまして、それ以外のは融資を通すのが得意な売買仲介さんとか不動産投資家のお友達のご紹介です。まあ、仲介さんにここが良さそうっていうところをお伺いして電話をかけまくるとか、断られることもありますけども、積極的な銀行さんだと一応話はまず聞いていただけて、話を聞いていただけたら属性資料を全部お送りしてっていうこともありますし、簡易的に先に物件資料を送ってくださいっていう場合は物件資料だけ送って、評価だけ見ていただいて、進められるかどうかっていうのを見ていただくこともあります。電話するときの話す内容とか。自分の実績をお話しするようにしています。大家歴がどれぐらいで、物件購入始めて何年経っていて、これぐらい今まで買ってきていて、ほとんど毎月でやっていますとか、簡単なものですけれども、きちんとその事業として融資を受けたいっていう気持ちでお話しするようにしています。やはりやっぱり紹介の方が、紹介してくださった方の実績やメンツもありますので、優位に進められるんじゃないかなと感じています。できれば、実績のある大家さんのご紹介がベストですけれども、それができない場合は、ローラー作戦で、いろいろな売買仲介さん、銀行さんと取引があると思いますので、いろんな売買仲介さんからの情報を得て、視点ごとにも違いますので、出そうな視点にアタックすることが大切だと思います。この視点でダメだったけど別の視点で通ったみたいなケースは今まではありました。
通りはしなかったんですけども、ある A 支店に電話したら、電話口でもう断られたのが、投資家さんの紹介で、違う支店さんに持ち込んだんですよ。そしたら、その時は紹介だったので、物件の方、本当に真剣に検討していただいたっていうことはありました。前向きな担当者様が、自分のエリアの前向きな担当者様を紹介してくださるっていうところでは、実績とかだけじゃなくて、前向きな担当者とつながれるっていうところがいいと思います。大家さん仲間がいないとかつてがないっていう人はどうやってそういう実績のある方とつながっていけば。まあ、セミナーに参加したり、大屋会に参加されるのが一番手っ取り早いんではないでしょうか。大家会も結構千差万別今いっぱいあると思うんですけど。いろんなネットを見て、きちんと実績があったりとか、こういう会ですよっていうのがわかるような、あと行った方の感想が出てるようなサイトのある大屋会に行かれるのがいいと思います。今全く実績もつてもあんまないっていう人が融資を受けたいっていう場合はどういう行動をすればいいかなっていうのもありますね。まずはそのなんで融資が受けられないのかっていうところを考えていただければと思います。持ってく物件がダメなのか、それともその方ご自身の特性がダメなのかっていうことで取り得る行動も違ってくると思うんですね。自分の属性が悪かったり、住宅ローンの比率が高いんであれば、自宅を売却して、キャピタルを得て、負債を減らして、キャッシュを増やすっていう手段が必要でしょうし、頭金が少ないんであれば、手持ちキャッシュを増やさなければいけないですし、その求められている物件が違うんであれば、やっぱり銀行さんの融資が出る物件を探すべきだと思います。一応その私が銀行に出している書類をまとめてみましたので、そちらをご覧ください。事業計画書までは作っていないですけれども、銀行が欲しい資料はきちんと揃えて持っていくようにしています。物件に関しては、基本的に物件評価っていうのは銀行さんご自身がされることですので、私の方からは持っていくものはないんですけれども、新規の銀行さんとかで家賃収入がこれぐらい取れそうっていうのが分かるようなエビデンスを作成したりっていうことはあります。どういう基準で銀行の種類とかを選んでいけばいいかとか。全くお金がなくて始めたいんであれば、最初は公庫さんか、信用保証協会を使った地銀さんがおすすめではあります。ある程度属性がある方であれば、新築なら出すよっていうノンバンクさんとか地銀さんがありますので、そういう銀行にアタックするのもいいんじゃないかなと思います。保証協会の保証がついてると、その融資は別置きで違う融資枠っていうのを考えてもらえるんじゃないかなと感じています。コウコさんの融資もそうですけども、他行さんでプロパーで引いている融資とは別枠っていう考えで、金融機関さんも見てくださっているんじゃないかなと思います。なるべく確定申告の資料が揃ったタイミングで、まあ、同じ時期に大体固定資産税の納税通知書が揃うので、それ一緒にコピーして銀行に持っていくんですけども、そこできちんと面談させていただいて、情報交換する中で、きちんと自分の経営の理念をお話しするようにしていますし、どういう物件が今融資が出るんですかとか、どういうエリアに注力されてるんですか、地方はどうですかっていう、不動産市況、金融情勢、金利の動向っていう話をきちんと銀行さんの面談の時にお話しして、正確な情報をなるべくアップデートしていくようにしているっていうのが、まあそういう積極的な姿勢を示すことが、まあその銀行さんからの信頼にもつながっていると感じています。あと、ご足労いただいた時には必ずご馳走して手土産をお渡しするようにしてます。まあそれは不動産屋さんもそうですけども、自分のために動いてくださったということに対しては、そういうふうにお礼はしますし、融資をお願いして、もしダメであったとしても、尽力してくださったっていうことには変わりないので、もう何々さんのおかげですって言って思いっきり感謝するようにしてます。せっかくね、ご縁ができて終わらせるんじゃなくて、次につながる行動を示しておくっていうことが大切なんじゃないかなと思います。管理会社を選ぶときのポイントとかは何かあると思いますか？地場でお部屋探しされてる方が多くて、地場の人が入りやすい物件であれば、やっぱり地場の業者さんにお願いすべきだと思いますし、ある程度いろんなところから入居者様が集まってくるような物件の場合には、
客付け業者さんと手広く仲良くやられている不動産管理会社を選ぶようにしていま逆にこういう管理会社さんはあまり良くないとかはありますか？す。地元でテリトリー意識が高くて、周りの不動産屋さんと協力関係が取れていない業者さんに預けてると、なかなか他の業者さんで紹介してもらえなくて、制約に結びつかないっていうことがありますので、地場の業者さんでライバル意識が強いっていう場合には、地場の業者さんに預けないようにしています。客付け業者さんに聞いて回ることもあります。客付け業者さんが最終的にはまあ決めるので、その、まあ、地場でちゃんとやってて、周りの会社さんの協力を得なくても、絶対的につけられるっていう、自信のある管理会社だったらいいと思うんですけども、基本的には幅広く募集してくださって、お問い合わせが多くなった方が制約に結びつきやすいという点で、一社だけで頑張ってるよりは、きちんと協力関係の取れる管理会社さんの方がありがたいです。本当は一棟目の最初は自主管理で、管理ってどういうものかっていうのを、まあ自分自身もその3年間自主管理して、その苦労があるからこそ管理会社に預けてるわけですけども、対応してみれば、その対応力も身につきますし、お金もかからないので、最初の一棟目の方はチャレンジしてみてもいいかもしれないですね。委託料とかに関しては、なんかどういう考えですか？この間5%の管理委託料で、制約するたびに必ず自社でも1ヶ月取るっていう会社さんは切りました。高いので。100万ぐらいの家賃だと5万円ぐらいかかるじゃないですか、毎月。なのでそこを今は1部屋1000円の管理会社さんに変えたので、15個で1万5000円。まあ、消費税入っても1万6000円ぐらい。5万円が1万6000円なんで、だいぶ違いますね。あとは、5%を謳っているところでも、新築であまり手間がかからないんで、ちょっと安くしていただけませんかっていう感じで交渉して、4%、3%にさせてもらっています。新築のうちにできる アプローチかなっていうのはあります。なかなか埋まらないで困ってるって方もいると思うんですけど、どういうところから始めていけばいいかなと思われますか？まあ、まず、なぜ埋まらないかの原因を徹底的に考える必要があると思います。まあ、家賃なのか、物件自体に問題があるのか、管理会社に問題があるのか。とにかく最初管理会社に頼んでいるのであれば、なぜ空室が埋まらないのかっていうことを原因考えて、客付けできるようにするための施策を協力し合う必要があると思います。人は見た瞬間に買うか買わないかっていうのを90%以上脳みそが決めちゃってるので、第一印象を良くするっていうことで、とりあえず私はモデルルームを設置していますけれども、この間設置してきた写真の方をお見せしますね。これ3ヶ月で6万円だったと思います。そうすると、なんか広告料1ヶ月つけるよりは、まあ3ヶ月の間に2、3部屋埋めてもらえれば、こっちの方が効率がいいと思って出させてもらいました。効果はありますか？そうですね。3ヶ月で2、3部屋埋まったこともありました。プロの業者さんに頼んでいることもあって、プロの業者さんに教えていただいたり、自分自身がそのステージングのセミナーに行って学んだことを踏まえて、まあ、効果的にするコツっていうと、入ってすぐに見えるところにグリーンを設置するとか、あまり多くの色を使いすぎない。色が多くてガチャガチャしてると落ち着かない部屋になってしまう。あと、できればその部屋に住んだ時に必要なものを置いて生活の提案ができるといいそうです。私の場合、料理スペースが少ないキッチンだったら、調理台を置いておくようにしてますし、あとカーテンもステージングの方に行ったところやっぱ必須っていうことでした。私の場合は一人で荷運びするので、必要最低限の小さい机、ラグ、カーテン、スリッパ、それに加えて、まあ、グリーンとお花、ちょっとした小物程度にしてるんですけど、やっちゃいけないモデルルームとかはどういうところになりますか？せっかく綺麗にしても変な匂いがしないかとか、匂い対策のためのラップをしたりとか、芳香剤を置いたりっていうのを、きちんと対策された方がいいと思います。私も新築で長期間空いてない物件でも、たまにやっぱり匂いがするなっていうふうに感じて、行った時にはそういう対策をすることもあります。部屋を狭く逆に見せてしまったりとか、不便なものをこういうふうにしたら快適になりますよっていう提案はいいと思うんですけど、不便なところをなんかそのままにしちゃってたりとか、誇張するようなモデルルームっていうのは、
余計悪いところが目に止まってしまうのでよろしくないと感じています。一回そのお友達がモデルルームやったよっていうところに見に行ったことがあって、そしたらなんかカップ麺が一個だけボーンってキッチンに置いてあった物件がありまして、カップ麺一個だけでなんか全くおしゃれじゃないなんか生活感漂うようなものとかを置いてあると、逆にその夢の新生活がぶち壊されて現実突きつけられた感じになってしまうので、まあ、プレゼントとしてねすごいカップラーメンドーンってプレゼントですみたいなあのやってる場合を除いては、あんまりその生活の現実を突きつけるようなものは置かない方がいいんじゃないかなと感じています。一人暮らしの寂しい生活を突きつけるようなモデルルームはよろしくないんじゃないかなと。これから不動産価格がどうなっていくかとか、市況に関してはどんな感じで予想されてますか？まあ、もともと不動産価格って下落傾向だったと思うんですよね。コロナ禍で金融機関も取引先の倒産とか、あと国からのコロナ緊急対応の無利子、無担保の制度融資っていう対応も強いられてる中で、やっぱり不動産融資してる場合じゃなくなっている状況だと思います、今は。で、まあ、スルガかぼちゃ事件で厳しくなってる融資に加えて、まあそういう状況なので、購入できる人が限定される可能性はありますよね。購入できる人が少ないので、全体的に不動産価格も下がると。特に民泊、旅館、ホテル、テナントについては、まあローンが払えなくなって、格安で売りに出される可能性もありますし、今回の騒動でレジはあまり揺らがないっていうのは分かったんですけども、レジであっても、今まで愛の説教部屋でご相談してきてくださった方みたく、借り換えを検討している方も、借り換えができなくなる可能性がありますよね、こんな状況だと。そうすると、ローンの支払いが大変で、安く売りに出さなきゃならないっていうことにもつながるんじゃないかなと感じています。コロナで会社に行かなくてもリモートで働ける人も多くなって、で家にいる時間も増えましたし、住まいについて真剣に考える人も増えましたし、都会に住む必要もなくなった人もいらっしゃると思うんですよね。で、郊外に今移動するっていう動きも出てきていますので、都心の賃貸需給バランスが崩れる可能性もなきにしもあらずですし、その駅近だからって言って安心して賃貸経営ができる時代ではなくなるかもしれないっていう危惧もあります、うん、私自身としてはたくさんの人が住まいについて真剣に考えたときに、この物件だから住みたい、ここだからっていうふうに選ばれる物件作りをしていかなきゃなっていうふうに、まあ、その必要性を感じています。もし五十嵐さんが今から始める立場としたら、なんかどういうふうに行動しますか？まあ、コロナで価格が下がったお買い得物件を購入してリノベーションしてお部屋探しされている方に選ばれる物件作りを頑張って安定的な賃貸経営ができるようにしていきますね。私だったら物件の供給過多っていう状態はこれからも続くと思って行動していかなきゃいけないですし、小さくても確実に選ばれる物件を、まあ、融資をあんまり引きすぎずにたくさん積み上げることで65歳までに借金なくして悠々自適の生活を遅れたら、もし今から始めるとしたらそういうふうにやってみたいなと思います。築フルの物件を格安に買って選ばれる物件にするっていうの難しいかもしれないんですけども、ご自身が得意なものと何かつなげてそこにしかないものを作るようにする、今あるよくサーファー賃貸とかもそうですよね。ご自身の趣味につなげた物件作りというのであれば、そんなにすごい風に感じずに物件の、まあ、リノベーションだったりリフォームをできるんじゃないかなと思います。まあ今考えてみれば一投目は失敗ばかりだったので、やっぱりリサーチをきちんとしておくべきだったっていうことが、まあ今は反省点で、その反省点から一生懸命リサーチするようになったんですね。なので、最初ってやっぱりどうしても始めてみることにばかり力が行きがちなんですけど、始める前に
ちゃんと振り返って、考えすぎてもダメな時もあるんですけど、できればきちんと裏付けを取って進める。今から始める方には大切にしていただきたいですね。正しい収支を買う前にきちんと把握することができていないと、どうしてもやはりその失敗っていう方に行きがちなので、そこをきちんと見極める力を身につける。あんまり新築もたくさん出ていないような状況ですし、物件がすごい動いてるかっていうとそうでもないので、価格が下がるまでのちょっとお勉強期間じゃないですけども、ぜひそのご自分の身を守るためにも、勉強っていうのは進めていただきたいなと思います。失敗する方の共通点とかは何かあると思いますか？楽観的すぎるのかな？なんかうまくいきますよ、はいそうですねって言って始めちゃうとか、まあうまい話につられちゃうっていうのは誰にでもあることなんですけども、もうちょっと見とどまって考えてほしかったなっていう方が多かったですね。信じやすい人が多いんですけども、不動産業界はそんな甘い世界じゃなくて、騙された人は食われる世界ですので、騙されてるんじゃないかっていうぐらいの気持ちで物件購入を進められた方がいいと思います。いい人もたくさんいるんですけど、いい人ばかりじゃないっていう世界なんですよね。まあ、とにかくうまい話には裏があると思って、全部を信じるんじゃなくて、きちんと自分で裏付けを取る必要があります。風質とか融資もそうなんですけど、何がダメなのかっていう、なんでダメなのかっていうのを、わからないで対策してもしょうがないんですよね。なので何がわからないのかっていうところをきちんとご自身で把握されて的確な対処をしないと一生物件買えないし一生融資でないし一生空室も埋まらないっていうふうになっちゃうので何が原因かっていうのをそこから目をそらさないで考えていただきたいと思います。旅館、ホテル、テナント、レンタルスペースとかばかりやっていた方はだいぶ辛いと思うんですよね。レジってちょっとやっぱり利益が薄いから一気にお金を得たい方にはちょっと人気ないかもしれないんですけど、何があっても揺らがない、生活必需品だから絶対揺らがない、絶対収入はあり続けるっていう、うん、そういうものをきちんとポートフォリオに入れておいてほしいと思いました。ホテルとか旅館が儲かるから、それをやりましょうって言って、それから始めちゃった人ってもうそれしかないから大打撃だと思うんですよね。一つに偏らないで、利益が大きいものをやるんであれば、利益が少なくてもちゃんと確実に経営続けられるようなものも一緒にやった方がいいと思います。コロナで職を失ったりとか、仕事が少なくなったりして、不動産投資をやれば副収入が増えるからって言って、不動産投資始めたい方はコロナになって増えてるらしいんですよ。うん、そんな、まあ甘いもんじゃないので、ちゃんと準備している人が、しかもいい物件はどんどん買っちゃうと思うんで。で、なんでそのどさくさに紛れて、なんか安いと勘違いして変な物件買っちゃったりとかしないように気をつけてもらいたいですし、やっぱりちゃんとした準備、ぜひしていただきたいです。まず、ダメな原因を考えろ！今日はありがとうございました。この企画では、不動産投資で失敗してしまった悩まれている方のご相談を受け付けております。詳細は、こちらの説明欄をご覧になってください。よろしくお願いします。楽町チャンネル、登録よろしくお願いします。